お疲れ様です生活保護から1億円稼ぐ、ね、まあこのテーマで前回ライブ放送をお届けしたわけですけどもその中でね、えー「稼ぎっていうのは2次関数なんだよ」っていうお話をしたところそこをですね、えー、切り取って「これってどういうことなんですか?と」と詳しく説明してくださいっていうそんなねメッセージが届きましたのでこの場を借りて解説させていただきます、えー、このね横軸時間軸っていうのがあって縦軸に稼ぎっていうのがありますよね で、隅っこに、まあ私なんですけども、まあ、なんかね、こう、難しそうな顔しております。はい。そして下の方に、ネットビジネスは2次関数グラフで稼ぐって書いてますけども、まず前提として、私たちがお金を稼ぐと、まあそういうふうにね、聞いて想定するのが、時給とか月給の世界です。その世界はどういうふうに行われているかというと、1時間稼ぐと、これだけあげますよ。もしくは、1ヶ月働くと、 これだけけげますすよよっていう風なな比例のグラフになるわけですよね、こここんなの数学の授業でやりましたよね正比例のグラフこんな感じで進んでいくんですよだから年収300万だとすると10年で3000万このペースっていうのは最初の1年も10年後も変わらないっていう風に考えるんですよそれが正比例のグラフですこれじゃ稼げないですし ネットビジネスをやったときに、なんだこりゃっていうふうにね、あまりの稼げなさにびっくりするわけですよで。これからね、ネットビジネスの二次関数の稼ぎ方を解説します。どういうふうになるでしょうか。まず二次関数のグラフを引かせてもらいますね。ここからここまで。あ、ちょっと難しいんですよね。これね、曲線引くのって。こうやって、こうかな。はい。二次関数のグラフが引けました。あ、すいません。もう一回やります。 えーっとね、難しいんですよ、これ。めったに使わないですからね。はい、こんな感じですかね。はい。二次関数のグラフができましたね。で、さっきと違うのは、正比例のグラフってのはこうじゃないですか。黄色で書きますね。これが通常の黄色が世の中の稼ぎ方です。つまり、1時間やったらいくら、1年やったらいくらっていうのが、正比例の関係になってるんですよ。で、悪い,言い方をすると、 何にもできない人でも、最初の1時間、最初の1ヶ月、ちゃんと正比例に応じた給料が出るんですよ。稼ぎがね。その代わり、10年後も20年後もほとんど稼ぎが変わりませんよ。これが失われた30年、ずっと給料が上がってないっていう現実じゃないですか。じゃあ、これに対して2次関数はどういう風に考えるかっていうと、確かにね、最初の1ヶ月とか稼げないんですよ。たったこれだけしか稼ぎがないわけですから。稼ぎってのはね、縦軸ですからね。 そうすると、時給月給で働いてる方に全然追いつかないんですよ。年収もそうですよね。年収で300万もらう人、ネットビジネスでまだあまり力がない人っていうのは、このぐらいしか稼げないわけですよ。何千円とか何万円とかね。だから、脱力しちゃうんですよああ。ああ、俺、会社員自体の方が稼げてた、みたいなね。うん、でも、ここには大きな勘違いがあります。会社ってのは、二足三文の社員でも採用した限りは、 ちゃんと規定通りの給料を払うんですよ。それは将来たくさん稼いで恩返ししてくれるだろうっていうふうな投資の意味もあるんですよね。ですんで将来的にものすごく稼げるようになった社員にもあんまり給料は出さないんですよ。なぜかっていうとその社員も最初のうちは稼げないのにただでね給料を払っていたわけですからその分回収しないといけないんですよね。これが10年経っても20年経っても30年経っても会社員ってのは給料が伸びにくいっていう現実なんですけどもじゃあネットビジネスはどうでしょうかと。 一旦黄色いの全部消します。ネットビジネスはどうなんだってことなんですけども確かに最初はかけた時間ほどは稼げないんですよねでも2次関数ですよある時急激にドカーンと稼げるポイントが来るんですよドカーンとねうんこれを図にするとじゃあ1億円稼ぎたいっていう人ね8,000万ぐらいはここなんですよ最後の2割で8,000万なんですよ で、そこまでの8割は、合計してやっと2000万ぐらいなんですよ。こういう分布です。日八の原則になぞられるとね。だから、この、今、矢印を2つ重ねましたけども、この領域に来るまでに、ほとんどの方は、ここで脱落するんですよ。ですんで、ネットビジネスを始めて、意識するのは、100円を稼ぐこと。10円を稼ぐこと。 その力量を確かめながら進んでいくことなんですよ。で、100円、1000円が稼げるようになると、1万円稼ぐ世界が見えてきますね。で、今度1万円が稼げるようになると、10万円を稼ぐ世界が見えてくるんですよ。そうやって、段階的に、この二次関数着実に登っていくんですよね。これは、運でも、上司の、将来的に取り返してやろうという目論みでも何でもないです。自分の力に応じた稼ぎなんですよ。そして、 100万円が稼げるようになった時に1000万円が見えてきて、要するに稼ぎが10倍になるわけでしょ。で、1000万円が見えてくると、今度1億円が見えてくるんですよ。うん、これ10倍で進むわけですよ。自分の所得が。でも会社員で2年3年仕事しました。給料10倍になりましたってないですよね。ないんですよ。10年20年かけても10倍にはならないですよ。会社員の給料ね。新入社員の時に、じゃあ最初の1年間のね、年収200万給料もらってました。 30年勤めました。10倍になりましたってあります聞いたことないですよね。でもネットビジネスは、ビジネスを始めた当初1年目、2年目ってのは年間で10万も稼げなかったよって人がね。これ10倍とかあるんですよ。100万円になるとかね。で、それがまた10倍になると1000万円じゃないですか。で、3回目の10倍で1億なんですよ。その段階が今図に書いてるような2次関数ですよってことなんですよね。まあ、ですんでね。今自分がどの辺りにいるのか。 そもそも自分がまずは稼ぐ能力が全くない時代がここなんですよ。だから何をやっても稼げないんですよ。ただしですね、10円今日稼げなかったのは何でだろうとかね、100円稼げなかったのは何でだろうっていうふうに振り返ることによってやってないことが明らかになるんですよ。例えばネットビジネスを志す人ね、今日セールスしましたうん、セールスしなければ売上が上がらないですよ。 ずーっとセールスを続けていくと、そのセールスしたっていうことが自分の力にもなるし、アウトプット、ネットビジネスの世界ではね、ネットのどっかにセールスをしたっていう、そんなログが残るわけですよね。それがずーっと長い間蓄積されて、ここでブレイクします。私の YouTube チャンネルで捉えると、私が10年前に作った YouTube の動画、これ未だに再生されてるんですよ。ね、10年間ずーっと再生されてるんですよ。 で、今日作った動画っていうのは今日しか再生されないじゃないですか。でも、1年後も3年後も5年後も10年後も私が今日作った動画っていうのは再生させるチャンスがあるんですよね。そうなってくると、前々から作ってきた動画も蓄積されて、今日作った動画も蓄積されて、ブレイクが起こるってことわかるでしょ。でも、月給とか時給で働いている方がなんで蓄積があまり活かされないかっていうと、10年間働いてきたから今日働かなくても給料くださいよってわけにいかないじゃないですか。 今日は今日で出勤してこいって話になるでしょ。うん。だからここに大きな差が生まれるんですよね。ネットビジネスは2時間数グラフで稼ぐ。え、ちょっとイメージできましたかね。最後の2割に売り上げの8割があり、そこまでの8割の道筋に合計2割の売り上げがしかない。この日八の原則を捉えていただくといいんじゃないかなと思います。はい。整理して書きましょうか、もう一回。はい。えっ、ー、と、もうちょっと消そうか。 消すぎたな。はい、二次関数の場合、ここで8000万稼げます。全体の2割。で、そこまでの8割の道筋では、合計で2000万ぐらい。こういった割合ですよ。うん。だから、ここにいる間ってのは、全然稼ぎが上がんないなって気持ちがするんですよ。しかし、キ球的は十分されてますから。ストック型ビジネスという言われる家ですね。はい、それでは今回は以上です。